誰かいるみたいだな。どなた？あ、さっきの。そっか、ユミさんはこの部屋で寝ることにしたんだ。こんにちは、ユミお姉ちゃん。ラン姉ちゃんのために部屋開けてくれてどうもありがとう。別に、そんな。ねえ、ちょっとお話聞いてもいい？リサお姉ちゃんの部屋のワープロ、ユミお姉ちゃんの？あのワープロは学校の許可を受けて貸し出してもらってるの。レポートに使ってるだけだけど。ユミお姉ちゃんは連休中何してるの？家には帰らないの？学校でリサちゃんといた方が。私、リサお姉ちゃんに届いた手紙、ユミお姉ちゃんは見たんだよね。リサちゃんはあんな脅しを受けなきゃならないような子じゃないわ。何かの間違いよ、きっと。ユミお姉ちゃんは何か心当たりないの？全然ないわ。リサお姉ちゃんの幼い頃の話って聞いたことある？ええ、私と同じ名前の子と、とっても仲が良かったって。ユミちゃんの写真は見せてもらったことあるけど、よく覚えてないわ。その子の写真がなくなっちゃってたんだけど、ユミお姉ちゃん知らない？いいえ、知らないわ。まゆみお姉ちゃんって知ってる？ええ、とっても綺麗な人。みんなあの人に憧れてる。でも私は苦手だけど。苦手ってどうして？あの人完璧すぎて。私みたいな人間には近寄りがたくて。ええ、なんだかいつも人の秘密を探り出そうとしてて、あまり感心しないわ。でも悪い子じゃないのよ。そうなの？あの子ってとても綺麗な目をしてるの。ちょっと好奇心が強いだけなのね、きっと。知ってる？レイコさん？ごめんなさい、ちょっと思い出せないわ。どうもお邪魔しました。あ、いえ、それじゃ。かかってる。この部屋の主は留守だな。あ、コナン君、さっき空き部屋が見つかったわ。1階の端の松本咲っていう子の部屋。さっき文芸部の仕事とかで寮に残ってるんだけど、他の部屋に泊まるつもりだから部屋使っていいって。さきお姉ちゃんの部屋だね。わかった。何か見つかった？ううん、別に。体育館をバスケ部が使用中っと。ま
松本咲。ここか、俺の一夜の宿は。あら？あ、こんにちは。ああ、あなたがコナン君ね。リサから聞いたわ。今夜はどうぞ、ごゆっくりね。ありがとう。咲よ、松本咲。ありがとう、咲お姉ちゃん。かわいい。いけね、お行儀のいい子供ってのが板についてきやがった。ねえ、リサって何かあったの？最近妙に怯えたようなとこがあったし。僕よくわかんない。そっか、子供にはわかんないよね。そうだ、さきお姉ちゃんに聞いてみたいことがあるんだけど。さきお姉ちゃんの部屋、ワープロ置いてる？いいえ、置いてないけど、私は図書室のワープロをよく使うわ。さきお姉ちゃんは家へ帰らないの？仕事があるからね。この連休中に文集をまとめちゃう予定なの。リサお姉ちゃんのこと何か知らない？私も心配してるんだけど、ナオミなら何か知ってるんじゃないかしら。ナオミお姉ちゃん？ユミお姉ちゃんって知ってる？リサのルームメイトね。でもあんまり口聞いたことないな。真由美お姉ちゃんって文芸部の部長さんなんだってね。ええ、その上生徒会長で寮長で才色兼備ときてる。すごい人よ部長は。かなわないな。部長の前じゃ私なんか全然霞んじゃう。私が威張れることなんか成績くらいだわ。玲子お姉ちゃんって知ってる？ええ、知ってるけど。どんな人？さあ、綺麗な人だと思うけどよくは知らないわ。知ってる？学園のお騒がせ娘。何か事件が起こると必ず首を突っ込んでくるのよ。リサが元気ないことにも気づいてたから、ひょっとしたら何か嗅ぎつけてたりしないかしら。ああ、リサお姉ちゃんもそんなこと言ってた。嗅ぎつけられちゃったとかなんとか。あ、やっぱ？ほんと、彼女に目をつけられたら最後よ。気をつけないと。あんたらね、人のことハイエナみたいに。やだ、ナオミ、いたの？文芸部の仕事があるから投稿するようにって連絡してきたの、あんたじゃない。そうだったわね。それじゃあ図書室で。コナン君、あとはこの部屋自由に使っていいからね。娘だっつのよ。さて、あんたが江戸川コナン？うん。あれ、この人どうして俺の名前を？どうして僕の名前をって顔ね。リサが珍しくお客さんを招待したって言うから、どんな人物かちょっと調べてみたわけよ。そしたら毛利小五郎の娘の蘭さんとその連れ子のコナンって言うじゃない。連れ子？あら、違うの？まあいいわ。ともかく名探偵毛利小五郎の顔くらい拝めるかなって思ってたのよ。ま、彼
天下もあと数年だけどね。なんせド天才高校生探偵が後に控えてるんですからね。ド天才高校生探偵？それってひょっとして工藤新一とか言って、この女意外と物事わかってるのかも。そう、この吉野直美ちゃん。ずる。今はしがない学園探偵クラブの部長だけど、この私の灰色の脳細胞が目覚める日は近いわよ。私が探偵デビューを果たした日にゃ、悪いけど毛利小五郎も日本で2番目になってもらわなきゃね。なんだよこの女。でやっぱあれでしょ、犯行予告状事件でリサのところに来たんでしょ。いや僕は何も。まったくリサと私っていう優秀な探偵がいながら外部の人に助けを求めるなんて。見てなさい、お姉さんがこの事件をパパッと解決して探偵道の真髄を見せてあげる。というわけでちょっと事情聴取させてもらうわよ。リサがあんな脅しをかけられる事情について何か聞いた？僕知らない。とぼけなくたっていいじゃん、私はリサのために動いてんだからさ。本当に心配してんのか？ただの野じ馬根性じゃねえの？あの手紙にあったリサに復讐するっていう日は結局いつなのかしら。僕知らない。何よ、使えないわね。依頼人の秘密をベラベラ喋れるかっての。ねえ、ちょっとお話聞いてもいい？ほら、事情聴取してるのは私でしょ。あ、そう。でもさ、直美お姉ちゃんって自宅から通ってるの？そうよ。でも今夜は文芸部の仕事で泊まり込み覚悟だけどね。じゃなくて、私が聞く側なんだってば。私はね、あの手紙は学校のワープロで打たれたもんじゃないかって睨んでるの。へえ、一応観察眼はあるのかな。だって普段私たちが文芸部で作ってる文集とまるっきり同じ紙だもん。それじゃ一目見りゃわかるだろう。リサがあんな脅しをかけられる事情について何か聞いた？僕知らない。とぼけなくたっていいじゃん、私はリサのために動いてんだからさ。本当に心配してんのか？ただの野じ馬根性じゃねえの？あの手紙にあったリサに復讐するっていう日は結局いつなのかしら。僕知らない。何よ、使えないわね。依頼人の秘密をベラベラ喋れるかっての。調べれば。インクリボン？あ、そっか、リボンに文字が残ってるはずよね。それ調べりゃ使われたワープロはすぐわかるじゃん。
チビ、頭いいね。私の助手で使ってあげてもいいよ。チビ。よし、まずは校内と寮内のワープロを片っ端から調査しなきゃ。あら、ナオミさん、こんなところにいたの？ゲ、部長。サキさん、ずっと図書室で待ってるわよ。早く集合してね。はい。それから、また制服のリボン忘れてるわよ。ちゃんとつけなさい。もう部長ったら硬いんだから。いいじゃん、休日登校の時くらい。あなたは平日もつけ忘れてるでしょ。あ、そう。まあいいわ、急いで仕事終わらせたいから。早く図書室まで来てね。するに探偵かぶれのお調子姉ちゃんってわけだな、あのナオミってのは。図書室では文芸部が仕事してるはずだな。